運命的な出会いがもたらした2人ということで、片や男性の方は約6年の付き合いがあったにもかかわらずですね、そんな自分よりも今の自分に本当の自分を見出させということで、約今交際3ヶ月というですね、ういういしい2人が登場でございます。ですがそのういういしさは付き合っているではなく、ダンスとしてのつながりは非常に深く素晴らしい絆を持っております。それを象徴するように、今年始まってすぐに行われました J リーグとジャスティブジャパンにおいては準優勝という成績を収めております。ね、そのジャスティブジャパンではですね、男性の方が常にね、2ターン目の2ブーム目に出てたんですけどもね、僕はそれを見てですね、お前ばっかり2本目に出るな、ね、女の方がかますんだからたまにはこいつに2回目で踊らせろっていうね、マジのダメ出しをしました。はい。ということで、果たしてあのね結構、さっきのショーもそうなんですけど、このカップルバレンタインショーケースのね、ありがちなところとしてはね、ソロでね、思いっきり G にのびのびやりがちっていうところがあるね。2人の合わせからのね、ソロになった瞬間のね、のびのび感も皆さんぜひね、ここ必見なので注目してください。さあでは参りましょう。こちら登場はタガランドユニバースリベティアクション。
とかっこよさを存分に見せてくれたいいショーケースですよ。本当もうあの1がつなげてくれた2人の関係とはいえね、1と踊ってる時よりもいい顔してましたよ。今ね、いい笑顔でした。ありがとう。こちらゆい&たかりになります。ルメティ拍手試験どうも。年末にはですね、汚い体を晒してセーラー服コンテストに出たりなどですね、さまざまなあらゆる部分でですね活躍をしていただいているですね、あの人とですね、そして去年の、記憶に皆さんありますかね。去年のですねこのバレンタインショーケースの時にね、ノミネートされてたんですね、ノミネートされていたんですけどね、その時にですね見える人だけには見えるというふうに目打ってですねエアーで一人でショーをやったんですね。で、その時にですねナインステッパーズのメンバーに確認したところですね、まあその女性の名前があるんですけども、その女性架空の人なんじゃねえかっていうね、身を張って言ったんだけども実はいなかったのに出る羽目になったから、当日来てないんですよ、当日来ないんですよとか言いながら、このエアーで一人でやる羽目になったんじゃないかというふうな、ね、疑惑まで立ったんですよ。ですけどもね、もちろんこれはね、あの夢でも幻でもございません。もちろん事実としてお付き合いしている方がいらっしゃいまして、その時はね、残念ながら急遽、まあ、あのアーティストのねバックアップツアーの音をたまたまスケジューリングが被ってしまったということで、まあ泣く泣く NG になってしまい、まあ、そのケツを拭うように彼氏の方が一人で踊ったっていうね運びなんですけども、で今回一応聞いたんですよ、あ、何ひょっとして去年の続きになるみたいな感じでね、あのじゃあまずはこの去年の映像どうぞっつっていきなり一人で踊った映像を見せてからこの正解みたいな感じで二人で踊るのかなとか思ったんですけど、じゃなくてこのまた彼女の方がですね非常に気持ったも強くて、えもういいよ去年のとかやりたくない、新しく作ろうって言ったらしいんですよ。ということなんで、これがまた新ネタ新作を持ってきてくれているそうです。はい、そんな二人もですね、1年2ヶ月、あと2日で、2ヶ月目なんですという特に聞いてもない情報をくれました。いい関係ですよ。そんな彼女の方もねスッとステージの横にいたらね、手のひらに人っていう字を書いてね飲み込んでました。意外と古風な子ですね。はい、さてではですね早速見てみたいと思います。参りましょう。登場トリオを飾ってくれるのはシゲ&ゼンキリオハシ。Oh, yeah.
まさかのね、2曲目脱ぎ出した時ね、おいまたかいと思ってね、いやーよかったな、いいですね、足全然上がってなかったっすね、カタッみたいなね、いやーよかったです、シビにふさわしい素晴らしい1年越しのショーを見せてくれました、シゲ&全キリオンさんです。